天皇皇后両陛下の長女愛子さまが、皇居で画楽の演奏会を鑑賞されました。愛子さまは春季画楽演奏会を鑑賞されるため、午前10時半ごろ、皇居東御苑にある学部庁舎を訪問されました。 愛子さまは今月から日本赤十字社に勤め始め、先週は明治神宮を参拝するなど仕事と皇族の活動を両立しています。仕事が休みの今日は学生時代から関心のある画学を楽しまれました。愛子さまが画学を鑑賞するのは4度目で、去年の春と秋に天皇陛下と、一昨年の秋に秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さまと一緒にご覧になっています。